エリス・ジェームズ・アブドナーは、アメリカ合衆国の政治家。所属政党は、共和党。ファーストネームは、エリスであるが、ミドルネームのジェームズで知られている。連邦上院議員を一期、連邦下院議員を四期務め、サウスダコタ州上院議員に就任した1957年から30年以上に、渡って政界に身を置いた。アラブ系アメリカ人、レバノン系アメリカ人として、 ジェームズ・アブレ族に次いで2例目の連邦上院議員であった。保守派上院議員として、ロナルド・レーガン大統領の政策を支持し、上院議員落選後はレーガンによって、第15代中小企業庁長官に任命された。アブドナーは1923年2月13日に、サウスダコタ州ケネベックで、サミュエル・ J ・アブドナーとメアリーの息子として生まれた。父はレバノンからの移民であり、ジェームズは、 レバノン経営2世にあたる。第二次世界大戦中はアメリカ陸軍で従軍し、1945年にネブラスカ大学林間校を卒業し、経営学の学位号を取得した。地元の高校の教員として働いた後、サウスダコタ州議会の事務員を務め、1957年から12年間に渡ってサウスダコタ州上院議員として活躍した。 1969年からはフランク・ハラー知事の下で第30代副知事を務めていた。1970年に会議員選挙に出馬するも落選した。翌1972年選挙で当選を果たし、以後4期にわたって会議員を務めた。その後、1980年の上院議員選挙では4期目を目指していた。 民主党現職のジョージ・マクガバンと議席を争った。マクガバンは1972年の大統領選挙で民主党候補になるなど知名度も高く、ゲバ票ではアブドナーの不利が予想されていたが、全米保守政治活動委員会によるネガティブキャンペーンや大統領選挙で共和党のロナルド・レーガンが勝利したことが追い風になって6割近い票を獲得して当選を果たした。 上院議員としての人気中、アブドナーは、歳出委員会に所属し、環境、公共事業省委員会を含む3つの省委員会の議長を務めた。1986年には、予備選でビルジャイクロー知事を破ったものの、レーガン政権がサウスダコタ州で十分な農業政策を展開できなかったことから支持を失い、民主党のトムダシュル会議員に敗れた。その後、 1987年から1989年まで中小企業庁長官を務め、2004年選挙でジョンスウーンの選挙運動アドバイザーとして活躍した。アブドナーは2010年にアルツハイマー病と診断され、2012年5月16日に89歳で亡くなった。平等権修正条項や中絶権に反対し、B-1 爆撃機や MX ミサイルシステム、 石油価格の規制緩和などに賛成していた。上院議員時代、農村殿下や水資源開発、減税と強力な国防など保守的なレーガン流の政策を支持していた。そのため、レーガン大統領は1986年選挙でアブドナーへの支持を表明している。財政保守主義者であり、1984年4月2日には、 グラム・ラットマン・ホリングス均衡予算法の前身である赤字削減法を提出している。アブドナーはしばしば私は一人の農札やトラクターを降りてワシントンに行ったと述べ自らが農家の出身であることを強調した。実際、1940年代の前半には4000エーカーの農場を所有して農業経営を行っており、州上院議員時代もオーバーオールを 普段着にしていたという、室音気味であり、演説者としての評価は極めて低かった。体格は良かったが、落ち着きがなく、話し下手な人物だと表現されていたが、選挙中のテレビ CM ではジーンズを履いて働く、農家を表現するなど、僕突で真面目というプラスなイメージとして利用している面もあった。ありがとうございます。